星候補の一覧である国際天文学連合はこれまでに5個の天体を純惑星に分類しており、他に数十個が将来分類される可能性を持っている。純惑星に分類されるためには、それらは自身の重力が合体力に打ち勝って、静水圧平行を保つのに十分な質量を持っていなければならない。海洋星より外側に位置する純惑星は、冥王星にちなんで、 冥王星型天体と呼ばれる。ケレスと冥王星以外は分類するために十分な観測が行われたわけではない。しかし氷天体が重力によってどのように静水圧平行に達するかについての現在の知見に基づき、おおむね73個の太陽系外縁天体が純惑星の候補たり得ると考えられている。エッジワース・カイパーベルト内には約200個。 その外側には2000個に達する純惑星があるとも推定されている。冥王星以降で最初に発見された純惑星候補の外縁天体は1996-66トルコリラでスピッツァー宇宙望遠鏡での観測によれば直径はおよそ 575km である。惑星の定義国際天文学連合による定義を参照 IAU はこれらの冥王星型天体である。 可能性が高い天体に命名する場合、他の殿に命名するときとは異なる手順で行うよう定めている。絶対等級プラス1以下の天体は、一つではなく二つの天体命名に関する省委員会の審議を受け、命名されると IAU から準惑星として公表される。この冥王星型天体と推定される殿の命名手順によって命名された天体は、まだ、 負け負けとハウメアだけである。太陽系外縁天体の色、マイク・ブラウンは、氷天体は、直径が200から4 0 0トルあれば、静水圧、平行に達すると考えている。したがって、一覧に挙げられたとのはすべて直径4 0 0トル以上であることが知られているか、または推測されているものである。しかし、推定直径は、誤差が非常に大きいため、 ここではそれらを直径ではなく絶対等級の順に並べている。理論的にはアルベドを最大値の位置とすれば直径は最小値となる。しかしか現地に近い候補の多くは反射スペクトルが赤みを帯びているため表面がソリンなどに覆われていて暗く、従って実際には最小直径より大きいと考えられている。エリスはアルベドが0.8から0.9と高く、 ハウメア族も明るいと考えられている。一覧にはさらに 1999tc36 のような二重、見え天体であることが知られている。小さな候補も含まれている。冥王星族の 1999tc36 は、ハップル宇宙望遠鏡によって、見え天体であることが突き止められ、また太陽から 30.7au より外側にある、唯一の見え天体である。現在のところ、 小惑星体で純惑星に分類されているのはケレスだけである。プラトイドという用語を定めた際、IAU は現在の科学的知見によればケレスはこの種の唯一の天体と信じられるため、ケレスのような純惑星を分類するカテゴリーは当面は必要ないと発表した。最も純惑星に近いと考えられるのは小惑星体で2番目に大きな質量を持つベスタである。 ベストの内部構造は完全に分化しているため、その歴史上のある段階では静水圧平行の状態にあったと見られている。3番目に質量が大きいパラスは、やや不規則な表面形状をしており、部分的に分化していると考えられている。マイク・ブラウンは、岩石天体は氷天体に比べて球体になるのが難しく、直径 900km 以上でなければ静水圧。 平行に達することはできないだろうと推測している。名王星、エリス、ハウメア、マケマケ、ゴンゴング、クワワー、セドナ、オルクス、サラキア、2002MS4、月、地球の大きさの比較これらの殿は、理論的な最小直径が3 8 2トル以上で、アルベド0.09と仮定すれば1 0 0 0トルを上回るものである。 これらの小惑星の理論的な最小直径は210から 330km である。2004年に発見された後すぐ見失われ、かつて純惑星候補であった 2004PR107 は、その後2012年に観測された小惑星体の小さな天体である 2012SQ31 と同一であることが判明し、純惑星候補ではなくなった。 2006HH123 は2006年の発見後すぐに見失われている。絶対等級が6等より暗い天体は、たとえアルベドを0.04と仮定しても 400km を下回ると推定されるため、一覧には含めていない。以下の一覧 α は2007年スピッツァー宇宙望遠鏡によって直径 600km 以上と見積もられた天体のみを掲載している。 2007OR10 は、スピッツァーによって観測されたことがないため、一覧アルファには含まれていない。2 0 0 2 t c 3 0には、他の天体より絶対等級が暗いものの、アルベドが低いため一覧に含まれている。アルベドに基づくイクシオンの直径。ありがとうございます。